冗談じゃねえってばよ。里がこんな危ない時にそんなエロ本の取材なんかに付き合えっか。いや、ただの取材旅行じゃないぞ。とにかくやだ。俺は急いで修行して強くなるんだってばよ。どんな修行だ？カカシ先生ってば、いつもサスケばっか修行つけてんだ。俺だって新しい術教えてほしいってばよ。サスケの目が赤くなるあれとか。シャリンガンのことか？お前には気の毒だが、あれは習うような術とは違うの。あの目は代々の血筋に伝わるものでな、うちは一族の者以外には決して使えん。そんな不公平だってばよ。不公平だろうと事実だの。まあ術が習いたいんなら、もっとお前に合うのを教えてやる。超 A ランクの術だぞ。え、超 A ランク？やった！なんて術？まだだ。わしの任務を手伝ってくれたら、その術を教えてやる。どうだ？よし、決まりだの。では短冊街に向かって出発。お前は先に行って道中の安全確認をしておけ。わしが次の傑作に取り組む邪魔をされたくねえからの。砂隠れが木の葉を襲ったって聞いたかい？開店から何年もしたのに、何に今更やってんだ。ちょっと飛ばさないでよ。おお、見ろの、取材に絶好の場所だのな、坊主。何、また止まんの？やなこった、さっさと歩こうってばよ。いやいや、わしは原稿を書くから、お前は勝手にやっとれ。わかったな。くそー、エロ仙人め、こんな見れば足が止まんだからな。新しい術もまだ教えてもらってねえってばよ。本気だ。さあ行った行った。どうしたんだ？ああ、なんでもねえよ。盗賊に船を取られちまっただけだ。盗賊？どんな奴らだってばよ。ここいらを縄張りにしてる盗賊だ。みかじめ料を払えねえと何でも奪う。今日は船まで持ってかれた。湖のあっち側へな。なんでそんな好き勝手させてんだよ。昔は木の葉の里から忍者が来て守ってくれてただよ。だけど今は里の方が大変らしくて。俺がその木の葉の忍者だ。その盗賊退治してやるよ。おいおい、子供は危ないことすんな。何言ってんだよ。人が困ってんのにほっとけねえってばよ。おっちゃんの船取り戻してくっから。
あの盗賊どもの仕業だな。漁師のおっちゃんに知らせなきゃ。船を見つけたんか？うん、けどあいつら船の底に穴開けてやがった。ああ、あいつらのやりそうなことだ。だがありがとな、わざわざすまんかった。おい、俺は自分の言ったことは曲げねえ。船取り戻してやるっつったからには絶対取り戻すんだ。いや、気持ちはありがてえが、取られたもんを取り返すなんざ、それこそ恐ろしいことになる。だから俺が悪事を止めてやるってばよ。そういや、物置に修理用の船板取ってあっただよ。それも持ってかれたけど、森の中に捨ててったかもしれねえな。心配すんなって、それも見つけてやる。これは罠だな。すごい、俺の船が治ってる。あんたは恩人だ。だけど盗賊を全部退治するってのはいくらなんでも。おい、俺は忍者だぜ。あんな奴らに負けっかよ。ここにおったか。もういかにはならんぞ。ああ、でも盗賊の奴らがもう戻ってこねえようにしとかなきゃなんねえんだ。ふん、まっこと面白い卵だの。